ようやく準決勝か。優勝まであと2勝、あと2勝すれば魔王ゼノンにたどり着ける。もうすぐだ。ゼノンさえ倒せば家族を、みんなを人間に戻すことができる。姿も記憶も両親も全てを取り戻せるんだ。俺はそのために戦い続けてきた。子供の頃からずっと。だがなぜだ。今さら何を迷う必要がある。あと2勝か。幼き日よりずっと夢見てきた父上との対面がいよいよかな。なのにこの心の迷いは何じゃ。あれほど会いたいと願っておった父上に会えるというのに、やはり世は恐れているのか。父上とアデルたちが相まみえること。よくぞ準決勝まで勝ち上がったな。さすがは俺様の永遠のライバルだ。誰がいつお前のライバルになったんだ。しかし、それもここまでだ。次の相手はただものじゃないからな。雪調べの里からのスーパー刺客、ジェノサイドクロイチ雪丸の登場だ。貴殿たちとは戦いとうなかったでござるが、これも定めとあれば仕方のなきこと。せめて武士道精神にのっとり、正々堂々たる勝負を所望するでござるよ。正々堂々が聞いて呆れるぜ。夕べの闇討ちはなかったことにしろとでも言うつもりか。え、闇討ち、何のことでござるか。とぼけるでない、この卑怯者め。世の命を狙ったであろうが。とんでもないでござる。拙者、闇討ちなど身に覚えござらん。言いがかりはやめてくだされ。こいつ本当に知らねえのか。どういうこと。もしや世を狙っている雪丸が別に存在しているということか。それともピンクのように二重人格の持ち主か。わかり申したぞ。言いがかりをつけて拙者を惑わす気でござるな。危うく引っかかるところでござった。すでに戦いは始まっていたのでござる。ならばいざ、改めてお覚悟。我が使命果たすため、優勝は拙者がいただくでござる。